ーリン。はい、お久しぶり。元気にしてる？私の方はいつも通り絵を描いたり絵を描いたり絵を描いたりの毎日です。この前部屋の大掃除をしたら懐かしいネガが出てきたので、今日はその写真を送ります。懐かしくって頬が真っ赤になるわよ。私たちが出会ったのは高校2年の秋、文化祭のすぐ前あたりだったわ。あなたは校内でも人気のバンドでギターと作曲を担当していた。人気があったのはたくみくんか。下のすずねちゃん、本当はあなたのことが好きだったって後になってたくみくんから聞きました。あなたも本当はちょっと後悔してるんじゃないの？私たちが出会った屋上、昼休みにはいつもあなたここで作曲をしてたわね。あなたが曲を作ってる姿を見ているの、私とっても好きだった。職員室から出てきた時の写真ね。この日転校の手続きが終わったの。ちょっと感傷的になっちゃって。本当に辛くって泣いてばっかりいたのは、あなたと出会って仲良くなってそれからだった。Thank you.
なたとの思い出の場所ね。夕日が綺麗だった。二人で夕日を見て、途中からあなた何か一生懸命思い出してるようだった。その姿を見てるとなんだか嬉しくなってきたっていうか、ほっとしたっていうか。それで私居眠りしちゃったの。あなたとの初めてのデートは美術館だった。後で友達に聞いたら、最初のデートが美術館なの？またずいぶん静かで向いてないところねとか言われたけど、そんなことなかったわよね。私あんなに楽しかった美術館初めてだった。あなたがいればどこだって楽しかったわ。写真ちょっと恥ずかしいけどあなたにあげるわ。何じっと見てるのよ。あなたの考えてることなんてお見通しなのよ。に向けてあなたは新しい曲を作り始めた。あの時のあなたとっても眩しかった。あなたが私の横からいなくなってしまった後も覚えていられるようにって、私はずっとあなたを見ていたの。この時の話、後でたくみくんから聞きました。あなたってはこういう話、私に絶対してくれなかったのよね。あなたのそういうところ、好きだったわ。Thank you.
との2回目のデート。この頃私はあなたとはもう会わないでおこうってそう思ってた。これ以上好きになって、これ以上忘れられなくなったら留学なんて絶対できないって思ったから。でも最後にもう一度だけ会いたかった。本当は絵を渡すのなんてどうでもよかったの。ただもう一度だけ会いたかった。そして私の留学の日、あなたは私を追って空港まで来てくれた。本当はあの時絶対あなたが来てくれるって信じてたの。どうしてって言われると困るけど、絶対あなたは来てくれるって信じてた。だから行くのよそうってそう思った。Thank you.
さて、写真はこれでおしまいです。ああ、なんかこの写真見てたら私も日本に帰りたくなってきちゃった。今度暇を見つけて一度日本に帰ろうかな。その時は一緒に懐かしい母校を見に行きましょうよ。あなたがいつも作曲してた校舎の屋上や美術室や、そして伝説の木、私たちの思い出をもう一度確かめに行きましょう。それじゃあまた手紙を書きます。あなたも最近のあなたの写真とか、あ、それから新しく作った曲とか送ってくれると嬉しいです。こうして一人で遠いところにいると時々無性に泣きたくなる時があるけど、そんな時はあなたが作ってくれた曲いつも聴いています。あなたのギターの音を聞くといつも元気が出ます。それじゃあまた元気でね。浮気しちゃダメよ。じゃあね。あなたの綾子。